皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか、えー、私は元気にしております。さてさて、私の暗号資産口座ですが、また2300万円台に戻って、しかもそろそろ2200万円台に、ほら。<laughs> 下がっちゃうんじゃないのっていう感じになってます。もう、軒並み下がってますね。ほら、見てくださいよ。十何パーセント下げてるやつとかありますよ。何が起こったんですか何が起こったんでしょうね。何が起こったか分かってない僕がまずいですよね。<laughs> そうですね。はい。そうですね。まあ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 。あと七日、あと七日ちょっとでね、またイベント発生しますんでね。 まあ、別に、あと、まあ、いいんですよ。あの、これ遊びなんで、僕にとっては。そう言うとちょっと嫌味に聞こえるかもしれないですけど、本当は遊びなんで、<laughs> はい。えー、っとですね、まあ、それはそれとして、えー、日本円が5万6千円ほどあります。これをどこかに買い支えに入りたいと思います。本当買い支えですよ、今回は。 完全に、もう。A バックス行ってみましょうか。ねえ。アバランチェ。買えますかおし。アバランチェ。えー、15持ってます。5ぐらい買っときますか。はい。5ぐらい買ったらどうなんだ。結構上がるんじゃないのか。ほら、そうですよね。行っときましょう。はい。バイ。オッケー。はい。はい。はい。 エイバックス11万まで、えー、上がりました <laughs>。ていうか、本当みんな下がってるな。どうしようかな。はい。でね、もう、日本円これだけなんで、ちょっと次回なん何が買えるかちょっとわかんないんで、ね。まあ、切りよく買ってるんでね、全部ね。ある程度ね。ある程度切りよく買ってるんで、それぞれの通貨の単位ごとに。まあ、あの単位は違いますが。はい。 まあちょっとこれからどうしようかなっていうのはまた明日状況を見て考えたいと思います。はい。あ、とうとう2200万円台に落ちました。久しぶり。ほら、すごい落ち方ですね。すごい落ち方。あ、やばい。まあこの頃、この頃と比べたらね、まだもマシですけど。はい。けど近づいてますね。近づいてますよね。何ですかこれ嵐の前の静けさなんですか何です何なんですかもう。<laughs> みんなゴールドいっちゃったか僕ゴールド持ってるぞ、しっかり。あ <laughs> はい、ということで、今回の配信は以上になります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。